はい、今日は生放送でいつもは曲から入るんですけれど、今日はね、素敵なお子様たちがいらっしゃってるんで、それからそのお二方から紹介したいと思いますよ。お名前を言ってもらっていいですか？マキシミワではす。い、お一人は？マキシミワ子です。はい、ご兄弟ね、姉妹なんですね。はい、番組でいつも私たちが見学に来てくださいとか遊びに来てくださいとか誘導しましょうとかいろいろ言っていたんですけどね、今回来ていただいたんです。何て言いますかね、そのお声かけをして来ていただいた初めてのゲストです。イエーイ、ようこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。 声優やっちゃえアニメ玉という番組で、アニメのね、方が多いわけですけど、アニメ好きで聞いてくれてた感じかな。アニメも好きなんですけど、声優さんとかも結構好きで。おお、どうですか？私は声優さんはちょっとあんまり知らないんですけど、アニメは好きです。いいですね、声優さんとね、アニメとね。どんな声優さん好きなの？やっぱ白井悠介さんっていう。おお、へえ、そ、や、その白石君が出てると結構いろんなの見たりする感じ？それもそうなんですけど、あとその人の人間性とかも結構。どうですか、好きなアニメの方は？配給配給、おが好きです。バレーボールとか好きなの？配給が好きなの？配給好きで、それでバレー部にも入った。入ったのね。すごい、セッター目指すみたいな。そうでもないのか。でもセッターなんか楽しそうだな。なるほど。いいですね、アニメの影響でね、いろんなスポーツとかね、やっていただけると嬉しいですよね。白井さん以外でアニメの番組ではどういうのが好きですか？アニメ、最近見たのは「アイドルマスターサイド M」っていうやつなんですけど。ざっくりどの辺がどんな感じの、どういうとこが好きですかね。なんかもともと別の職業をやってたんですけど、このアイドルを目指すっていうお話で。なんか自分と重ねちゃう感じ？自分と重ねるっていう、なんかみんないろいろあって頑張ってるんだなっていうのと、元高校生教師をやってた人たちがアイドルやるやつがあるんですけど、それを聞いて、勉強頑張ろうみたいな。よくやってます。やっぱいろいろ見てるから違うんだね。どうですか、配給以外でなんかそういうの？あと、ラブライブ、ラブライブ。昔のはちょっと見れてないんですけど、最近の、結ヶ丘、今放送してる、それとか、前に放送してた虹ヶ崎学園のも見てました。やっぱお二人で一緒のアニメを見たりするんですか？そうでもない、一別緒々の。のも見たりするけれど、違うのも見てたりとやっぱそこがね、兄弟とか姉妹の不思議なところだよね。やっぱ自我が出てくるとね、だんだん違うものが見たくなってくるんですね。マナミはご兄弟いるんでしたっけ？私もいます。やっぱり趣味が違いますか？やっぱ違いますあ、違ね。いますか？私よりも案外弟の方がアニメは詳しいかもしれないです。そうですか。ということで、いつもお声かけをしてさせていただいてる、ことが現実になって、スタジオに来てくれたお二人です。ね、アニメ玉ってのやっててね、それにももしかしたら出てくれちゃったりします？わかりませんうね。わ 出てほしい出てほしいな。どうかな、どうでしょどうですか？わ かりました。なるべく出機てもら会っがあて、れば。機会があればね。じゃあ、なるべく出てもらってっていうことで、リスナーの皆さんには、この2人がいつ声優やっちゃいに出てくるのか楽しみにしてもらって、結局出てこないのか、どちらのかみたいな、引っ張るだけ引っ張ってないのかみたいな感じになると思いますが、とにかく、お2人が来てくれました。ありがとうありがね。とうございございまましした。た。じゃあ、今日の1曲目を聴いてください。ハグしちゃおう、ハグしちゃおうって言ハグっしちてゃおましう。た。これタイトルかな？そうです。説明してください。夏川りみさんが歌う「ハグしちゃお」でした。こちらの2005年10月から2007年4月にかけて流れていた「ドラえもん」のオープニングですね。
2005年のドラえもんというのがアニメの大幅なリニューアルがあった時期なんですが、これ声優さんの総入れ替えがあっています。僕もその時期特にドラえもんを見てましたので印象深く記憶に残ってるんですけども、ドラえもんの現在の声優さんはドラえもん役を水田わさびさん、のび太役を大原めぐみさん、ジャイアン役を木村すばるさん、スネ夫役は関智一さん、静香役を加賀津由美さんが演じていらっしゃいます。僕びっくりしたんですが、このジャイアンの役をですね、木村すばるさんに交代された時、当時木村すばるさん14歳だったそうで、14歳で国民的アニメのジャイアンという大役を背負われるってすごいなと思いました。今ね、スバルさん活躍してますもんね、はい、鬼滅もね、もちろんですし、呪術廻戦にもね、出てらっしゃるし、はい、今ね、スバルさんはね、仮面ライダーリヴァイスっていうのが始まったんですけど、はい、そのリヴァイというのが人間で、はい、バイスっていう方が悪魔なんですけど、ね、はい、悪魔を木村スバルさんやって、この間10月から始まった、もうちょっと前からかな、始まった仮面ライダーで、そのリヴァイっていう人間の方の仮面ライダーは僕の教え子なんですよ。おお、すごい。1年ちょっと教えたかな、はい、でオーディションやってどん、はい、受かってね、はい、まあ、またそこでスターメーカーの力発揮したね。勝手に喜んでますが、はい、ということで、まあ、とりあえずは番組のタイトルを聞いてもらいましょうか。その後、ゲストの話も聞いてきます。では番組のタイトルお願いします。 FRD プレゼンツ稲垣正幸の声優やつアニメだな。はい、稲垣正幸のってつけましたけど、ちょっと僕の説明もしてもらいましょうかね、はい、はい、稲垣正幸さんは現在の芸能界で出演者や監督として第一線に立った経験を生かして40年近くアクティングコーチをされています。アクティングコーチとは様々なメディアに出演する芸能人の方に演技についてご指導をするお仕事です。そうなんです。ということで今言いましたね、今リヴァイやってる前田健太郎君っていうのが指導しまして、うん、来た時はほとんどズブシロでしたけどね、指導、まあ、週1週2のくらいの割合で指導させていただいて、めきめき腕を上げて、うん、ナミール強敵をなぎ倒して、はい、50周年記念 の、はい、仮面ライダー始まってね、はい、50周年記念の仮面ライダー主役を取りました。すごいねえ、それまではね結構週1、はい、週2で会えてたんですけど、さすがにカメラで決まったら、うん、この間 LINE したら、はい、先生すいません1年半先まで会えませんって連絡が来ました。 LINE が返ってきました。スケジュールがパンパンだそうで忙しくなって、さすがでね、はい、まあ、売れてよかったねって話を、ね、うん、してますけど、で今こっちに来ていただいてるお二人です。お名前を聞かせてください。はい、こんばんは、中地キララです。はい、お母さんの中地真由美です。はい、画面をご覧になっている方ね、ツイキャスとかでね、はい、含めてご覧になっている方いればいらっしゃればいいんですけど、炭治郎がいますあ、そうですね、耳につけてます、うん、いいですね、アニメの番組としてはとてもいい現場だったね、 ね、今度松江君にねずこになってもらおうかなと、ねずこ、ねずこ、ねずこなんだ、ずっと喋れないみたいな今お二人に来ていただいたのは、ゲストで来ていただいたのは一つ前にいたお二人がね、初めてお声かけをして、来ていただいた牧師さんのね、はい、姉妹の方がいらっしゃいましたけど、中地さんのお母様と娘さんは、出てるんですよね、アニメ名前、はい、ね、出てましたよね、出てました、はい、何回も出ましたありがとうございます本当にありがとうございます。 ね、ありがたいですね、アニメ名前出てみた、まあ、そう、なんか作品一本ずつじゃなくて、はい、始め玉っていうものについてのなんか感想を聞かせてくれて嬉しいなと思いますよ。はい、何でしょう、毎回毎回このお話がすごい恋愛ものだったり、うん、熱いスポコンみたいな感じの話だったり、うん、ミステリーだったりと、なんか見てて、はい、自分でも実際やってみて、うん、あ、こうやっていろいろなものができるんだ、演技ができるんだっていうのは本当に面白いなと思います。あ、嬉しいって言ってくれましたね、うん、どうですか、はい、娘と一緒にお家でね練習するのがすごい楽しいですね。会話が増えて、思春期なので一応、ね、ちょっとね中二病になっちゃったりするんですけどもうアニメの練習ね、声優さんのね、はい、練習をして、もう二人で、うん、ブリーチも好きなんですけど挽回ごっこ よ、はい、よくやりますね。挽回をやって誰の声優さんのモノマネかみたいなことを対決しながら家事が倍楽しくなりました。なるほど、いいことですね。でも
お役に立てて嬉しいね、はい、ご家族のね、はい、うん、でもこういう方々が、いらしていただいて、から成立してますよね、うん、ということで、まずそろそろ最初の CM を聞いてもらいましょうかね。はい、では EUJ の CM です。お聞きください。 EUJ は主に東京以外の地域で展開する総合エンターテインメントグループです。全国で漫画、アニメ、ラジオ、映像作品を企画制作しながら、東京以外にお住まいの方々へも芸能にチャレンジする機会を提供しています。芸能というと東京というイメージがありますよね。しかし EUJ では今ラジオをお聞きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです。紅の豚のポルコロッソを演じた名俳優故森山修一郎さんの意思を継いだ芸能オンラインスクール、最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティでもある稲垣正幸先生です。対象年齢は小さいお子様からシニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます。芸能界への一歩を踏み出すことが難しかったあなたも EUJ で地元にいながら芸能を学んでみませんか。詳しい情報はエンターテインメントの E、 ユニオンの U、 ジャパンの J で EUJ で検索してみてくださいね。はい、今日はね、最初のっけから2組も、はい、ゲストが来ていただきましたけど、はい、いよいよアニメ玉、マグメ玉のアニメ玉を見て、はい、見て聞いて見ていただきたいと思うんですが、出演者の方はあのこっちにはいないですけど、あ、いるか、あ、いるね、いましたね今日出ていただくお二人です。まあ、まずどうぞ。はい、はい、私 FM ギノワンの石坂まなみです。はい、そしてゴズルイオです。はい、何の役やりました。私今回トマト役です。トマト、はい、枝豆役です。枝豆、トマトと枝豆、はい、どんな話なんでしょうか。アニメ玉聞いてください。アニメ玉メイドイン沖縄ボリューム17、タイトルサバイバルベジタブル、作稲垣正幸、出演稲垣正幸、赤座咲、前頭あくび、小津るいお、FM ギノワン、石坂まなみ。さあさあ、おいしい野菜で有名な八百屋さんだよ。新鮮な野菜が並んでるよ。おいしいのに安いよ。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。こんにちは。おっと、奥さん、毎度。ああ、怖いな。ついに八百屋さんに到着してしまった。怖いよ。え、今話したのは誰？まあ、お隣のごぼうさん。はい、ごぼうです。で、あなたは？トマトです。トマトさん？うわ、私、初めてトマトさんとお会いしました。農協でも会ったことがなかったもので、知らずにいて失礼しました。しかし、トマトさんってなんと真っ赤で美しいんでしょう。どうもありがとう。でもごぼうさん、怖いって言ってませんでしたか？いえ、私は怖いなんて言ってませんよ。聞き間違いではないですか？そうですか、ごめんなさい。いや、謝る必要ありませんよ、トマトさん。このごぼうは確かに言ってました。怖いよってビビってた。トマトさんの向こう側にいる、お前は誰だ？枝豆だけど。なんか文句ある？嘘つきごぼう。誰が嘘つきだ？ごぼうさん、あんただよ。野菜のくせに人間に食べられるのが怖いんだろ？弱虫ごぼう。というわけで、トマトさん、俺は勇気ある枝豆です。やめてくれないかな。いくらトマトさんが可愛いからって、私をバカにして、自分を織り込もうなんてずるいことするのは。ずるいのはあんただろ。怖いって言ったのに、言ってないとか嘘ついて、トマトさんに謝らせて。ねえ、トマトさん、ひどいやつですね、このごぼう。奥さん、いつもお買い上げありがとうございます。なんか、ここの野菜美味しいのよね。だから買いに来ちゃうんだけど。嬉しいこと言ってくれますね。サービスしちゃいますから。今日もお買い上げをお願いします。もちろん。今日はどれが美味しいかしら。トマトさん、枝豆のせいで何か話が逸れてしまいましたが、私ごぼうはトマトさんの美しさは野菜ナンバーワンだと思っていますから。いやいや、トマトさん。俺はここで隣に並んで置かれた時から、トマトさんの美しさに気づいていましたから。ごぼうなんかより全然早くから。両隣からそんなに褒めていただいたら、恥ずかしくて真っ赤になってしまいます。もともと赤いので分かりにくいでしょうけど。とんでもない。
さらに磨きがかかった赤色になって、ますます美しくなりましたよ。艶も増してます。綺麗すぎますよ、トマトさん。嬉しい。嬉しすぎる。ありがとう、ごぼうさん、枝豆さん。キュンキュンしちゃう。やばい。キュンしした。どうですか、奥さん。おいしい野菜は見つかりましたか？やっぱり難しい。いつものように八百屋さんに選んでもらうことにする。おすすめがあればそれを買います。他のお店で野菜を買うより、ここで八百屋さんに選んでもらった野菜を買った方が全然おいしいんだもん。わかりました。じゃあ、今が一番おいしくなってる野菜を選びますよ。トマトさん、私は本気ですから。俺だって本気です、トマトさん。私と付き合ってください、トマトさん。トマトさん、俺と付き合ってください。どうしよう。幸せすぎて困っちゃいます。どうしましょう。さあ、これにしましょう。奥さん、よく見てくださいよ。このトマトと枝豆とごぼう。今が買い時です。表面がピチピチに弾けて、躍動してますでしょ？ほんとだ。なんか野菜なのに生き生きしてるように感じます。なんでだろう。企業秘密なんだけどな。でも、毎日買いに来てくださる奥さんだから、教えちゃいます。ほら、今ここに置いてあったように、全然違う種類の野菜を、隣合わせに並べておくと、なぜか、みずみずしくなって、おいしくなるって法則を発見したんです。確かに他の八百屋さんは同じ種類の野菜が隣り合わせで置かれてますよね。ところがこの八百屋さんは違う種類の野菜を隣り合わせで並べてる。でもそれでどうして美味しくなるんだろう。多分ね、恋でもしてるんじゃないかな、野菜同士で。恋したら野菜美味しくなるという素晴らしい作品だと思いますね。すごいですね。すごいですね。この野菜屋さん、八百屋さん売れますよ、はい、ということで、出演してもらったらどうですか。自分でやった枝豆の役は。いやもうあの野菜が喋るっていう世界観が面白くて八百屋さん行ったら思い出しそうです。なるほど、はい、トマトさんどうですか。確かに私あの実はトマト食べれなくて。あららら、実はうわなんと衝撃。そうなんですよ。だけどなんかトマトの役してちょっと親近感が湧きました。あのあまり嫌わないであげてくださいって感じですね。はい、はい、ありがとうございます。アニメ玉の出演者の出演した2人にも聞いてみました。そして今日はねまたゲストがいます。お名前聞かせてください。河村人生と言います。河村人生くん、おいくつですか。13歳です。13歳、アニメ玉のアニメを中心にやってるね、声優やっちゃアニメ玉って番組ですけど、人生くんアニメはどういうのが好きですか。鬼滅の刃と五等分の花嫁とかが好きです。五等分の花嫁、五人の彼女が欲しいって感じ。人生くんそれは違うのか。話としては面白いんだね、はい、鬼滅の方は水の呼吸だなんだっていうの、ああいう、バトルシーンが好きですか。はい。ちなみに鬼滅の中 あの一番好きな登場人物はどなたですか。富岡義勇が好きです。かっこいいもんね、ゆうさんね、はい、のっけからね、うん、初めの方から登場してね、あの炭治郎の救ってくれたりね、助けてくれたりしますもんね。はい、漫画では終わっちゃいましたけど、あのアニメの方はねまだまだこれからもね。漫画は最後まで読んじゃった。読みました。読んじゃった。じゃあ分かって見てるんだね、はい、はい。でも面白いよね、分かって見ててもね、はい、ということで、もしさあれのあれだったら、アニメ玉っていうのやってるんですけど、で出てもらったりします。します。嬉しい。そうやったぞ、やったやった。じゃあこの後ね、あの、ちょっと番組は進みますけど、待っててくださいね、はい、はい、ということで、EUJ の CM を聞いてください。声優やっちゃえアニメ玉の番組にも出演しています、松江春人です。今までアニメ玉に出演してくださった沖縄県民の皆様のアニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。
主人公などの気持ちを考えながら読むのがとっても難しかったです。楽しかった。自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですが、うん、で楽しかったっていう気持ちの方が大きいです。子どもたちが今とても声優さんになりたいってね、人気があるじゃないですか、はい、まさかこのおばちゃんが体験できるなんてとってももう光栄です。なんかとても新鮮でした。いかがでしたか。皆様もアニメ玉出演してみませんか。出演してみたいという方はFM ギノワン、メールアドレス797@fmギノワン.com、 石坂宛て FM 小座、メールアドレス761@fmkoza.jp、 町田宛て、もしくは EUJ ホームページより松岡宛てにご連絡をお願いします。さあ皆さん、アニメ玉に参加して声優やっちゃえ。はい、終わりました。今日はまたゲストですよ。すごいね、嬉しいね。生放送大にぎわいって感じでね、はい、ありがたいですよ、本当に、はい、ところがこの方は、実は我々の番組を背負ってくださって、はい、ね、操作の方です。はい、はい、お名前聞かせてくださいますか。はい、株式会社 FRD の柳田と申します。柳田さんです。こうおかげさまでこの番組が、ね、できるようになって、アニメ玉もね、こうやって放送できるようになったわけですけど、FRD という会社さんですよね。はい、FRD さんは具体的にどんなことを。そうですね、もともとは教育事業をずっとやっていたんですけども、最近ではクラウド、会社の基幹システムの開発ですね、うん、それと M&A の支援とか、うん、あとは航空関係のお仕事をさせていただいてます。空飛ぶ車の方のですね、うん、はい、空飛ぶ車、はい、空飛ぶ車、まあ、アニメにはね、もうアニメは何なら人間も空飛んでますけど、アニメでは空飛ぶ車はありますが、現実的に空飛ぶ車が。そうですね、はい、もう再来年からはすでに万博の準備で飛び始めたりもしてますので、私たちもいち早く沖縄でも空飛ぶ車が実現するようにということで動いております。沖縄空飛ぶ車ね、嬉しいですね、飛んでくれたらいいですね。渋滞の話ですもんね。渋滞の話、そうですね、沖縄は本当に大変ですね。渋滞多いですよね、はい、確かに。ああそうですか、空飛ぶ車ね、ということで、この今回こう EUJ という我々のアニメ玉みたいなものを支えてくださっていただいてますが、何かきっかけとかあるんですか。はい、もちろん稲垣先生との出会いっていうのがきっかけではあったんですけれども、はい、やはり皆さんがこうやって楽しんで、うん、もう声優やっちゃえっていうことで、はい、たくさん出演していただけるっていうのがですね、はい、すごく嬉しいですよね。なのでこれからもちょっとしっかり応援させていただきたいなと思っております。 ありがとうございます。ツイキャスを含めてご覧の皆様、ぜひよろしくお願いします。ひとえにね、こういう番組、アニメの好きな方が、自分で参加できる大変貴重な、日本でも多分ここぐらいしかない番組だと思います。はい、ぜひぜひありがとうございます。支えていただきまして、はい、そしてまたお一方入っていらっしゃいました。ね、アニメ玉に次回出てくるんですよね、次回作品にね。はい、はい、アニメは好きなんですか。はい、アニメ大好きです。一番好きなアニメは参りました、イルマくん。あ、イルマくんなんだよね。なんかちょっと狙いどころが面白いね、そのイルマくんが好きだっていうのはね。はい、なんかイルマくんの、ね、参りました、イルマくんの一番面白いところどこですか。好きな一番面白いところですね、自分は悪周期のイルマくんのところが一番好きで、うん、なんか普段のイルマくんと違うイルマくんっていうのがすごく面白いなって思いました。へえ、なるほどね。悪魔の学校のね、はい、話ですけどね、一着話ですけどね。でも嬉しいね、こうやってアニメ玉のね、番組でね、来ていただいてありがとうね。はい、アニメ玉、作品がもしあったら出ていただけますか。はい、あ、嬉しいな、また出演者ゲットしました。皆さん楽しみに聞いてくださいね。これからもこういう今日ゲストで来ていただいた方に、実は次アニメ玉の声優で会えちゃうかもしれない、はい、声が聞けちゃうかもしれません。はい、はい、ということで、ありがとう、ありがとう。お名前聞いてなかった、ごめんなさい。お名前、中曽根春です。中曽根春さんでした。この方の声が聞こえるのまた楽しみにしてください。では FRD の代表柳田さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、なんかこういう形で広めていきたいですよね。はい、いいですね、今日は盛り上がって、はい、盛り上がりました、はい、ね、本当にユンタクしに、ユンタクしましょうって言い続けたことがユンタクできた感じで、とてもありがたかった。
ますね、はい、はい、では本当皆さんの支えがあってできている番組です。長澤さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で松尾君今日出番少なくてがっかりでした。あ、大丈夫です。皆さんが来ていただいたからね、はい、いつもいっぱい喋ってるのにね、そうです、うん、頑張ってますもんね、はい、ということです。はい、ではということで、一緒にやってもらえますか。また皆さん来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。